はい、どうも、初おばあばと申します。デイ23、前回、この橋がやっとかかりましたので、今回はね、橋の向こう側に行ってみたいと思います。で、その前に、この3人にスケジューリングをね、してあるので、そして相変わらずこれは植えられないんだよね。でももったいないからさ、土を入れて植えますかね。ぐらい。土を入れ替えても植えられないの？確か。ええー、タブレット。こっちなんか知らないけど植えられない。もう、あ、れた。そして、ビルディングの指示も、どうかな。ラブだろ？行ってきますか。おお、いますね、人が。雲？掘れるの？無機廃棄物だって。これは、ここにも共通してるんだね。この箱はどこに置いてあっても。何これ？人参とか？セドリック。もうすでに始まっているんだ。何が始まっているの？何年も前から予測していたことだ。一体何の話？お前さんがここにいるのは偶然じゃないし、もっとたくさんの人が来るようだよ。え？秩序が壊れ、誰もが貧欲になり、すべてが崩壊していく。わしはずっと正しかったんだ。なのに誰も耳を貸さない。この野菜や穀物の苗は、苗床は何なの？種だよ。答えは種なんだ。人は石油を食べることはできない。様々なものが崩壊したとき、誰もが種を必要とするようになるんだね。じゃあ私にも少し分けてもらえない？安いうちに手に入れておけ。崩壊が訪れれば、種は金と同等の価値になる。ああ。肉も売ってるの、おじさん。まずさ、食べ物買わないとさ、なってるからね。玉ねぎとか売れるのかな？ 4 個で60。種を買いましょうか。じゃがいもまだあるから、5個。7個。調理道具。あ、ガソリン発電機って言ってるね。ニンニク。人参と、調理器具。あ、とりあえずこんなもんで、セドリック。また来るわ。まずこっち
内側、反対側さ、足切られてるんだね。なくなってきちゃったなぁ。配線だろう。なんかこっちも続いてますね。ああ、何の配線だろうね。あ？見覚えが？ポンプ場？ポンプ。瓦礫。ああ、ここも、出れそうな場所だね。あ。あ。マーク、あの騒音の元凶は君だったんだな。そうかも。ここで何してるの？どうやって陥没穴を渡ったの？おいおい、質問ばかりだな。俺は一人の時間を楽しんでいるところだ。とでも言っておくよ。ちょっと待てよ。君はニッキーじゃないか。え？私たちって知り合いだっけ？なんだか見覚えがあると思ったんだ。君はハンクの娘だろ？そうだけど、父はもう亡くなったわ。そうか、それは残念だ。君とは子供の頃、両親が仕事で忙しくしている間、よくこの辺で遊んでいたんだよ。この工場で働いていた人たちはみんな、何らかの形で死刑宣告を受けていたってことだな。俺の親父も数年前に亡くなったんだ。肺の中の汚染物が原因だって言われたよ。父と同じことを言われたよ。私、子供の頃のことはあまり覚えてないんだ。何にもかもがぼんやりしてて。いいんだよ。君はまだとても小さかったからな。もうこの時間、場所のことは心配いらないよ。この石油ポンプはずっと停止されたままだし、なんだろうね。空気をきれいにしてくれているから。それを聞いて安心したと。マークと、寝なきゃいけないです。いや、向こうの世界はね、見覚えのある世界だったよ。土の苗を植えられないかな。入れとけば、土の苗。さあ、みんなご飯だよ、ご飯。人参の苗を入れとけば、もしかしたら。もう行ってみよう。内側からね。ああ、ほら、ポンプ状になると、ちょっと暗くなる。動いていないと。あ、やったー。欲しいものが、いろいろ手に入るか。出せないんだよね。あー、これも。あるの？買わない方がよかったかな。
あ、ここにも食料庫がある。ここもきれいにすれば？ってこと？なんだろうこれ、農機具。いろいろ必要そうなものが出ないね。こっち、あ、ここが設計図。やったー。あ、この色って設計図。なんだろう、シンプルなステップ。じゃないんだね。階段らしきものと、だって。動いてないポンプ。地にも建てれそうだね。いっぱい敷地あるね。しかしいない間作業ってしてくれないのかな。材料が減ってないっていうことは、誰もみんな作業してないんじゃないのかな。燃料があったよ。でも、なんだろう。エレベーター？そう。ブロークンエレベーターコンソール。なんだろうね。金属ホイール。ああ、持ってないみたい。丸いのだもんね。ないですね。ジュースツリーにあるのかな？金属ホイール。うん、設計図だ。わ、アルファプランター。あ、こっちは一個いけないね。来るんだ。
じゃあちょっと戻って、あ、やっぱり全然進んでないね。いないとやらないのかな。ビルドの時間与えてるんだけどね。水やりもやってくれてないの？なのか。アルファプランターを、おー、したいっすね。なんだろう。かけたちもいるのか。いないんだね。王さんに追加の仕事を、クリアーってなんだ？掃除？これは何かを作ってくれるってことね。4×4 でもでもらおうか。プロデュース 4×4 と 4×8 を明日は作ってください。壁を作ろうか。さあ、私壁を作ったことがないんだよね、これ。あ、晴れた。雲があれば晴れるのかな。置けないのかな。あ、回し方。9でね、この9で白い円が変わって、シフト R で回り方が選べますね。この農場の規模を拡大できると思う？そうだな、もっと食料があったらいいとは思うんだけど、作物の多様性を考える必要があるね。
これなら、僕ならいろんな種類を作るかな。そうだね、いろいろなレシピに取り入れることができるかもしれないしね。とりあえず、人参、玉ねぎ、トウモロコシを作ってみるのはどうかな。それからそれぞれ少なくとも、4つの作物を目指そうよ。どう思う？4つね。お、作ってくれましたね。人参さん。ちょっとずついけますね。こっちの人たちの話を聞いてこよう。ちょっと上も行けるんだけど。上に行ってみよう。あ、設計図。アルファフレームだって。おー。下材もありがたいですね。あ、オイルとかいろいろ。あ、なにこれ、古いコンピューターだって。すごいのを手に入れた感じ。まず4つずつ種だって。ファーマーズマーケットを、ああ、お前さんがファーマーズマーケットの出店を大きくするのを手伝ってくれれば、もっと農産物を提供できるかもしれない。どうだ、協力してくれるか？協力はするけど、ライバルになるんだね。トウモロコシを4つ。人参、玉ねぎ、トウモロコシだった？あら、なんだったっけ？あ、います、います。この人も、あなたたちが他の人たちね。あはは、他の人たち。どうやら君は、俺たちの他の仲間に会ったことがあるらしいな。はあ。なぜかマスクなんかつけてるの？違う。なぜマスクなんかつけてるの？あなたたちの仲間に聞いたら、あなたたちに聞けって言われたんだけど。ああ、これか？これは昔ここで働いていた哀れな老人たちのものだ。これは俺たちなりのやり方で彼らの苦闘に共感しているのさ。俺たちなりのやり方？ああ、俺たちはアントファーマーなんだ。アントファーム？この近隣の人たちがどうなったか見ただろ？この工場が稼働していなければみんな、ハゲタカの餌になった、なるんだ。ハゲタカ？何のことを言っているのか分かっているくせに、おバカな女の子のふりなんかするな。君はここにいる他の人たちと同じように意図的にホームレスされたんだ。そしてこれからもさらに多くの人々がやってくるだろう。誰かが何かをしなきゃならないんだよ。なるほど。仕組まれて、立ち退きさせられたってことなの？
片付けさせてもらうよ。あっちにも人が、ねえ、ねえ。何？ごめんなさい。邪魔するつもりはなかったんだけど。いやあ、作戦失敗ね。今、物を作るための材料を探してるところなんだけど、何か私に手伝えることはある？助けが必要に見える？私は一人で大丈夫だから、私のことは放っておいて。ちょっとそんな失礼な態度を取らなくてもいいでしょ？私たちはただ、お互いに助け合ってるだけよ。お、あのさ、あんたや、あんたの流行りに敏感な友達が何をしているのか知らないけど、私は興味ないから。ルビーは、どういう人なんだ。誰の持ってもないね。上に行って、来るかな。時間あるかし。けど、玉ねぎ、人参、トウモロコシ、ニンニク、そして、調理器具が入ってるよ。こんなにたくさん。皆さん、買わない方がいいですよ。種とかあのおじさんからね。ここにありますわ。セドリックだっけ？セドリック見つけちゃったよ、私。いけない時間になるね。ゴミだらけだなぁ。いや、向こうにね、マスクマンが2人いたよ。何人だっけ？あれ？何人いたかもう忘れちゃった。はい、というところで、今回は、ここまでですかね。あ、研究完了。干し肉。もしよろしければ、高評価、コメントをいただけるととても励みになります。皆さんも良き、ライフを。Bye.